なかったんだけど、去年もカウントダウン配信やったんだけど、でなんか祭りが2023年の祭りが2024年の祭りになんかメッセージを残してたんだって。なんか忘れてて、完全に忘れてて、自分でやったことなのに。でエゴサしてたら、なんか去年のまつりちゃんからメッセージありますよみたいな来てたの。はぁーと思って探して、そしてコメント欄見たら、なんか2024年のまつりちゃんへのメッセージタイムスタンプみたいなのがあって、めっちゃ便利やんと思って。まだ見てないんだよね、まつり。実はまだ見てないんですよ。誕生日カウントダウン配信にてのまつりちゃんからのメッセージです。どうぞ。2024年7月22日を迎えようとしている夏色まつりちゃんへ。はい、まつりです。あれからあっという間の1年が経ったと思います。いや本当よ、あっという間だった。今コメント欄にいる、このアーカイブのコメント欄にいる人たちはまだいますか？ちょっと見るか。どうですか？いるかな？まだいたらいいな。いるかな？いなかったら泣き叫びましょう。今夜お前は枕を濡らすのです。そして泣くわ。今まだいてくれたら増えてる気がするけど。来年の2025年の誕生日も一緒に祝えたら嬉しいな、ね。あ、嬉しいな、みんな。来年もよろしくね。お前は、お前、まあいろいろあると思うけど。いろいろあるよ。なんだかんだ死にはせんから。あ、ゆるく生きていきなさい。そこは変わらないね。悩みもあると思うけど、最近ない。筋肉をつけたらね、なくなりました。自分を大事に。はい、味方はここにいる。このここにコメントに。あ、あとまつりす、未来のまつり、はい、過去のまつりも味方でいるから突き進め。突き進みます。以上だ。ありがとう。よし、メッセージ送った。ありがとう、祭り。2024年の祭りに届いたよ。2023の祭り、来年ね、なんか、うん、過去の配信見るかって言ったらタイムスタンプで教えてあげて。あ、そういうことね。タイムスタンプあるよって教えてあげてね。タイムスタンプ、これでみんなが用意してくれたわけか。なるほどね。ということで、そんな感じの2023年の祭りからのメッセージだったわ。まあなんかなんだかんだあると思うけど、あれだね、死ななければ OK という感じでございましたね。あと味方がね、このコメント欄にいるよっていうのと、過去の祭りも味方だよって言ってくれて、いいやつやん、過去の祭り。いいやつやん。で、ここのアーカイブに、名前があるけど、今日来てない人がいたら、今日は泣き叫びながら枕を濡らすっていうのが確定しましたのでね。泣かないようにみんなアピールしてください。去年もいたよーって。よろしく。じゃないと泣いちゃうからね。去年もいたよ、まつりちゃんとか、まあ、今年から入りましたっていう人もね、中にはね全然いると思うんですけども、はいはい。まあ、今年から入った人もね、去年もいてくれた人も、来年2025年の誕生日もね、一緒に祝ってほしいのでね。うん、よろしくお願いします。去年もいたよ！よかった！一昨年もいた？うわ、すげえ！嬉しい！ありがとうございます。じゃあ、2025年の、来年の、祭りにメッセージ送るか。うわ、見れるかな？祭り、これ、ちょっと送るわ。うん。ということで、2025年7月21日、22日の誕生日を迎えようとしている祭りにメッセージを送ります。では、いきます。2025年の祭りちゃん、見てるか？ 7月22日、もうすぐ誕生日でございますね。はい、2023年の祭りからバトンを受け取り、今ね喋っております。まずは今日から1年間の中で炎上はなかったですか？大丈夫ですか？触れてほしくないかな。まあね、それでも今日こうやって配信ができているということはね、
それでも支えてくれてるみんながいるということなので、前向きに配信をしていってほしいなと思います。そしてちょうど2024年の祭りは筋トレを始めて2週間が経ちました。今も運動は続けてますか？ご飯は食べ過ぎてないか？今よりもっともっと可愛くなってみんなにチヤホヤされている祭りであることを願っています。いろんな目標を立ててね、それを一個ずつ叶えてください。今の祭りはとりあえず今日はもうちょっとしたら寝るので、カホーは寝て待て、未来の祭りに託したよ。それではお誕生日、まあお互いなおめでとうだね、ちょっと早いけど、また2026年の祭りにもメッセージを送ってあげてください。よし、これで OK だろう。これでね、2025年のまつりちゃんには伝わったと思いますよ。筋肉ムキムキになってる可能性あるからな。なんか筋肉キャラになってる可能性あるよ。ねえ。ホロライブの筋肉清楚担当、ムキムキ、声変わってる可能性あるからな。筋肉つきすぎて。喉の周りにさ、首に筋肉つきすぎて、めっちゃマッチョボイスになってる可能性もなくはないから、まあそのお祭りにも期待しておきましょう。ちょっとね、今はちょっと筋肉ないですけど。まあ、ちょっと楽しみだね。こういうさ、過去からの自分からメッセージ来る系って、もう自分何言ったか忘れてるじゃん。1年前なんて。だから、なんかこういう誕生日の機会恒例にできたらね、めちゃめちゃいいなぁと思いますね。はい。まあ、あとは1年間で変なことしない、しでかさないように未来の祭りに願っておくわ。